Peggy 12. このゲームは僕が今まで、お仕事した中でも最も静かな、作品です。音楽もほぼ盛り上げずにアーティスティックに静かに、最後まで突き通して作ったので、このような、経験は僕は初めてだったので、とても、ワクワクしました。最初に水彩画の作画をいただいたんですね。その作画が本当に素敵で、淡くて儚くて、でもわずかに希望があって、インスピレーションは湧きましたね。バンドネオンっていう楽器自体は今まで僕も好きな楽器ではあって、いつもお願いしている水野さんという方に今回もお願いしたんですが、曲によっては、メロディーと伴奏でバンドネオンの種類を変えたりとか、ゲームの作品に合う一番ベストな楽器をチョイスしながらレコーディングできたと思います。菅野さん、月の光の上にメロディーを、ボーカルの入ったメロディーを載せてください、女性のっていう話でしたので、みんながこれだけ知っている有名でもう単体で本当に美しく成立している曲を一歩間違ったらぶち壊してしまうかもしれないし、プレッシャーでした。I sent through like a demo of Rain at first, and then I sent a backing track, and it was really tricky to try to get the timing as it was like a piano piece at first, like made into a song. 僕からお願いしたのは、とりあえず元の曲のキーは絶対変えませんと。ボーカルに合わせてキーを変えてしまうと、月の光はキーでなくなってしまうと、もう月の光ではないので、あくまでも本当にオーソドックスな月の光の演奏があり、それを邪魔しない、さらによく言えば、相乗効果が生まれるようなレインオリジナルのテーマ曲ができるっていうのを、目標に制作しました。もし皆さんの気持ちに記憶に残れば本当に嬉しく思います。It was like a challenge to fit all the words in, but I managed to do it, and it was really cool. It was a real great experience, and I really liked the song.